受けループを使うやつ全員性癖がド M。 どうもこんにちは、山田翔太です。ポケットモンスターソードシールドのシングルランクマッチをね、受けループでやっていこうと思いますね。なんで受けループを使うやつ全員ド M って思ったかっていうと、あのね、もう本当に受けループ強いんだよ。だからその弱いのを使ってるド M って意味じゃなくて、強いんだけど、もうなんでそうなるのみたいな悲しいことがね、あまりにも起きまくるから、僕はそう思ってますね。でもよく考えたら、このゲーム自体どんな構築使ってもなんでそうなるのみたいなこと起きまくるから、このゲームをやめずにやり続けてるやつ多分全員ド M だと思う。受けループに限った話じゃないかもしんないわ。で、相手の構築はネイティオとか結構珍しいポケモンも入ってるね。てか、え？これよく見たら、相手も受けループじゃない？マジか。受けループ、ド M ミラー来たね。思っても見なかったわ。どうしよっかな、選出。まあでも多分これランクルスで終わりなんじゃないか。ランクルス、バンギラス、アット1。まあドヒドかな。ウィンディ考えるとドヒドイデになると思います。結構さ、なんかいつもなんていうの、その相手を見て、ああまあこれで撮影するかみたいな、全試合録画してるわけじゃないんだけど、この試合も普通に、ああ、まあなんか珍しいポケモンいるし、面白い試合になるかなと思ってさ、始めたらさ、みたいなさ、そんな感じだったよな。これね、どうしようか、瞑想から入って良さそうだけど。まあ、ランクルスが。ああ、はい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 。いい技持ってるね、割と。ただ、殴ってっていいんじゃない？これで相手も瞑想持ってる、ちょっと。あー、マジか。マジか、さすがに、ちょっとばかりまずいぞ。ちょっとばかりまずいぞ。まあ、サイコショックだから問題なく殴ってはいけるんだけど。あ、待って。じゃあサイコショック。じゃあショックの PP 増やしてないのは僕が悪い。マジでごめんなさい。でかくしてきたんだけど。マジで言ってる？何持ってんのかな、技。でもこれ負けじゃね？対抗できる駒いたか？トトンで、ミラコをし続ける。トトン持ってくるぐらい。キュファファに殺されんのやだな。フェアリー。まあ、一瞑想でキュアワーごときの火力だと、まあまあそんなもんだよね。そんなもんだと思ってたけど。まさかでもこいつが、そんなね、挑発なんて気の利いた技を持ってるとは思ってもみなかったけど。挑発解けた。これただこっち瞑想タイムに入っていいんじゃないですか。次も余裕で耐えるでしょ。相手別に火力上がんないから。で、相手は瞑想しても、こっちのショックのダメージ抑えれないから、こっちだけ一方的に、さあ、いじめれると思ってるけど。で、ショックがね、PP ないから、ちょっとそこだけまずいんだけど、まあ、このターンは再生だね。で、どっかでトリックなり瞑想なりを、何回か押していきたいんだけど、まあ余裕になったね、受けるのは。で、ここのターンが多分、相手は強気に挑発を押すか、まあ回復するかになるんじゃないかな。また回復技の PP があんまないから、結局多分、尽きてくるのは向こうだと思ってて、あとこう強気に挑発を押すと、一気にまずくなるんじゃない？一旦下げた。OK、これでランクルス自由に動ける。無動。今回ばかりは僕がランクルスでド S になっていくからね。オッケー。トリックを打つより多分瞑想しとく方が強いかな。おそらくだけど。無動側もあと特に。はいはいはい。それはまあ無動に挑発があって初めて成り立つ話なのと。ランクルスは居座り続けて別に終わるわけじゃないから、無動焼いとくと、相手困ると思うんだけど、トリックして、
まあ、ピクシーもそうだけど、ここのマックってなんかその、なんて言うんだろう、カバルドも見つつ、受けミラーにそこそこいけるっていう、あれがあって、ああ、こいつトリック入るから次余裕になるから再生して、で、ランクルソンヒットポイント確保したら、ドヒド引いて起動して、みたいな感じで、あ、5つ目もらったね。それでもドリューズ、受からんくない？まあ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 。それは人それぞれ、いろいろね、あると思うから。で、再生連打すると下から回復できて、で、無能焼けてるから、余裕なんよな。TOD 的に多分、ね、無能がヒットポイントこれで一生満タンになれなくなったから、それで勝ちじゃないか。で、こっちはバンギラス以外は、なんか状態異常とか引いても、最後のターン、盤面にいるポケモン以外は基本的に満タンで終われる予定でいるから、まあ、そういう意味だと、まあ隙がないんじゃないかな。こっから、まあドヒドでいいか。まあランクルスで別に居座ってもいいし、何やっても勝ちだと思うけどな。いやでもなんかまだ奥の手があるんかな。無動5つ目で僕がよく見る感じの受けループと違う型になってるし、そこがちょっとわかんないけど、まあとりあえず切りしてよくて、あーでもこれでキワワに引いてくるんかな。でもキワワ引きをするにしても、ああそうだよね、結局厳しいと思うんだよね。オッケーオッケー、もう一戦やってきます。はい、じゃあそのまま続けて2戦目やっていこうと思うんですけど、まあ明らかにあれだね、ド S なポケモンがいるね僕の命を奪い取ろうとしてるポケモンがいっぱいいるから、まあドヒドムドバンギになるかな。選出はそれ以外考えられないと思うけど、まあ初手はドヒドだろうな。どうせオーロンゲでしょ、熱湯から入って、うん、まあ、これは選出一瞬で決まるパターンだね。まあ、最近結構攻め駒を取り入れた感じの構築とか使ってたんだけど、まあ、今日はね、ちょ原点回帰ということで、受けループの、受け6にね、なったんですけども、まあ、なんか、いけるんだったらやっぱこっちでやりたいよなって感じはめちゃくちゃあるね。受け6の方がやっぱ、まあ、不安定な部分ももちろんあるっていうか、相手次第になっちゃうところはあるけど、環境に刺さる形で組めればね、めちゃくちゃ勝ち星稼げるんだよね。ただ、あとまあ僕がこっちの方やっぱやり慣れてるっていうのはあるかな。まあ本当は攻め駒とかも取り入れて幅広くやっていきたいところはあるけど、ここどうしよっか。プレスをしたいけど、本当はさ、無動に捨てろ欲しいんだよね。そうするとこういう場面バイて、サンダー出しに対して次バンギ引いてこっちやりやすいようにできるんだけど、まあランドサンダーみたいな並びの時もね、そうなんだけど、プレス打ちたいけど、まあ相手こう引きでしょ。まあ弱音とか考えてドリクチ打っとくか、一回。引いた。こう静電気サンダー出てくんのが、うん。もうこれ麻痺、絶対麻痺る。見えたもん。起きる出来事が。危ねえ、なんか大丈夫だった。残飯か。まあ耐久振ってるのは、わかるけど、無動もな、毒とかあるとかなりあれだったけど、まあ、贅沢言っちゃいけないね。ねえ、この盤面全部ね、ボルチェンされる。それもあって、トドン何度か構築に組み込んだって感じなんだけど、一回、あ、そう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 。で、放電か。暴風とか、無動はまひんなかったけど、こいつがまひっちゃったね。まあでも捨てろ前行ってかないと、はっきり言って話にならないっていうか、そもそもこれ、押し切られるからね、全然。まあでもサンダが火力ないタイプだから、まあなんとかなってると思ってるけど。ああ、いい技持ってる。だそれを入れるだけでさ、バンギラス、ちょっと削ればさ、ワームワームとかっていう動き取れるじゃん。でもそれサンダー後投げされて、静電気で、サンダーがまひるっていうさ、リスクを。あ、でも、電気タイプだからまひんないんだっけ？まあ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 。
S バーン。この試合きついポイントしかないな。そんでこいつがさあサイコ持ってたら負けなわけでしょ。で相手それで崩しに来てるような、どう考えても。まあでも受けループに S バーン出すってもうサイコしかないじゃん。サイコか。で普通にナックルアタックって来るのもきついんだよね。それだけドヒドは絶対死ぬことになるから、裏の2体で裏がまくれる状況じゃないと。あ、バンギュ、あ、じゃあ、S バー自体はダイマ切れた後のギガインパクトとかで止まるから死んでくれるんだけど、まあこうダイマ切ったってことはまあ最高だよね。でもバンギラス側絶対突っ込めないからな。まあ昔はよくあそこ守るとかナックルされてたらどうしたんだって話で守る押してたけど、いやでもあんまそれもなかったな。さすがにやばいからな、ナックル。まあこれがでも相手裏も割れてるでしょ。ブリザポスとサンダーだから、ここドヒドとエースバンで1-1取れれば裏をそのまま見切れるんだよね。だからそのルートで行きたいけど、まあなかなかそう思うようにはいかないもので、ここの急所ちなみにまあまあ痛いね。まあまあどころじゃないの話だけど、まあウォールで、で次ストリーム打ってナックルされてなければね、そこを無動であれできてたんだけど、まあそれもできないためでかくして、あー土俵がねストリーム打つから、まあ、S バンの火炎ボールに対して無動が当倍だから頑張れるようになるっていうあれはたまに役立つけど、まあ、ナックル、まあそのエースバーン、いやーこれほんときついなこいつ、ガチでしんどい、重たすぎる。またエースバーンあんまりサイクルに参加できないところがあれだけどね。まあでこのターンがダイマックスのラストターンになるから、でこのアタックは絶対耐えるから、まあなんとなるんじゃないか。あーナックル打ってきた。でもこれね、ドヒドと11に結局なっちゃうから、まあ、ステミダックだとちょっと話変わるけど、反動でさ、いやー無理か、さすがに。無糖の頑丈盾にっていうのも成立しない。サンダーが生きてるからな。いやーまあでも、ストリーム突破でいいな、もう一回。まだ。エースバンチビになるでしょ、このターンで。ここのギガインパクトはさすがに、あ、落ちるんだっけ。ちょ、まあ、ストリーム打つけど。ウォールしてもしょうがないし。まあ、ギガインパクトならそもそもでも勝ちだから、相手引けないから、無動投げてプレス打って、エースバン殺して、サンダーにバンギ引いてで。ないね。不意打ちか。あ、次でギガインパクト。打とうって感じかな。まあでもそれはこっち統治かもあるしさ、どうなんだろうって感じだけど、うん、そもそも死んだわこれ。多分でももう 15% ぐらいヒットポイントだったら絶対落ちないから、 10% でも多分落ちないんだよな。ギリギリ落とすってたと思う。あ、わかんない。ドヒドリでも攻撃でダメージ計算したこと一回もないからね。レヒレに対して毒好きでうーんとかって考えたことがあるぐらいで、そんなもんだから。で、ここは万劇引きで、まあこれは勝ったね、さすがに。なんか最近、ああいう感じのエースバーンに、普通にドヒドリで殺されまくってたけど、なんか勝てたわ。でもこれさ、僕も受けループじゃない構築を使って、受けループにこういう感じで負けてさ、めっちゃきつい気持ちになってさ、そういう意味じゃ結局みんなド M ないよな、このゲームやってるやつ。で、これでバンギのロックブラ裏に一貫するから。じゃ全員ロックブラしんどかったね、相手のポケモン。まさかまあ、ここから押し負けるみたいなことは、そうそうないと思ってるけど。まあ、動いてくれれば、いけるわけやし。まあね。まあ、さすがにね。
でもこれ土俵捨てて砂再展開いってると多分、あーでも土俵耐えるか。砂再展開はできるにしても万騎が余計に一発食らうことになるな。まあそろそろ動いてもらってね、さすがに。さすがにまあそろそろ結構痛いな。マジか、急所。ああ、まあ動くなら、はいはい。4発ぐらい打ってほしいな。あ、次でいける、ナイス。ふぅ、マジでサンダーに勝てるようにさあ、バンギラスを使ってるのにヒヤヒヤさせられるんだよな、いつも。暴風もそうだし、まあでも飛び跳ねるとかは命中100で麻痺いらないって僕思ってるけど、サンダーの暴風命中100で混乱なしになったらあいつ最強すぎるからな。まあイライラは減るのかもしれない。いやでも単純にこいつが強すぎるだろって意味でさ、イライラするよな、それは。まあいいや、2連勝ってことでね、 GG お疲れ様でした。